恐れながら久保殿の動かし不吉な影ありそのものが御身に降りかかる災難の元凶か日進館は日本で一番素晴らしい犯行じゃ兵まで連れてく昔に戻るなど でも私は改めて強く思いましたのは なあ大量兄さんがお倒れになってございますお気にしたのはどなただと思ってあるのですか久保様がご病気でもなぜ武具を整えて途上いたせとあれから3日も経つというのにまだ見つからんのか天正院さんは久保さんがご出陣におりハロートを見送り遊ばしましたであれ私の気持ちは変わりませんそうであってもご心配はご無用にございます今さら余計なお心遣いは結構にございます